戻ってきたか、我が息子よ。だが思い通りにはさせぬ。我は魔人を、死と恐怖をもたらすことが我が使命にして役目なり。それがお前の罪だぜ。我の一撃を弾き返すか。諦めてここから出ていくんだな。煉獄にいる片割れが寂しがってるぜ。我を追い出したところで、貴様自身が魔人王の力に覚醒した今、この世には一日と留まれんのだぞ。それで十分さ。エリザベスの呪いを解き、七つの大罪に別れを告げる時間さえあればな。さあ、蹴りをつけようぜ。お前には外の状況が見えておらんのだろう。ならば我が教えてやる。何？エリザベスならとうに始末したわ。我が呪いを解いた上でな。戻ったところで貴様は二度と愛する者を抱くことはできんのだ。でたらめを言うな。現実を受け止められんか。俺は間に合わなかったのか。なんだまぶたが、お前。この場所で絶望を抱くことは、すなわち死だ。息子よ、眠るのだ。あとのことは万事父に任せよ。もう貴様を待つ者は誰もおらんのだ。眠るのだ、眠るのだ、眠るのだ、眠るのだ。私たちがいる。私たちがいる。エリザベス。お前らまで。なんで。俺は。夢でも見てんのか。夢などではない、本物だ。正確には精神体だがな。団長こそ本物なんですね。団長だ、いつもの団長だ。外ではバンが応戦しているよ。うん、メリオダス、諦めないで。私たちみんながあなたの力になる。どうする、
貴様の仕業か。ここは団長の精神世界。俺たちは直接干渉することはできない。だからみんなの思いを伝えるために。どうしたのコーセル。空気を読まなきゃ。し老けたろ。煉獄には千年はいたからな。好き。この我を。その力は。こいつらの存在が、こいつらの思いが、俺に力をくれた。あんたにもう勝ち目はねえ。その闇はこの魔人王の鎧と肉体を貫く謎。闇が圧縮されてできた塊。計り知れない質量と威力だよ。ああ、ドルイドの修練窟で彼が編み出したんだ。オイラのコンデンスパワーを元にしてね。でも団長の魔力がはるかに増した分、威力はあの時の火じゃないはずだ。不思議なもんだな。お前らが一緒にいると思うだけで力が湧いてくる。マーリン、エスカノール、ディアンヌ、キング、ゴーセル、エリザベス、俺はもう大丈夫だ。あとはバンを助けてやってくれ。僕は昼は面倒で、夜は役に立たない男です。それでもあなたのためならばこの命喜んでかけます。だってあなたは僕の命の恩人であり友人なんです。サンキュー団長殿。もしネーネーを一瞬でも諦めればあの約束を守ってもらうぞ。こんな状況で脅すか。普通団長、俺が心を取り戻せたのは七つの大罪、みんなのおかげなんだ。だからそのみんなを集めてくれた団長が戻ってきてくれなきゃ絶対ダメだよ。分かってるって。団長、君とはもう一度ちゃんと面と向かって話をして謝りたいんだ。七つの大罪、ドラゴンシンメリオダスは最強なんだからね。ああ、
戻ったら酒でも飲み明かそうぜ、全員でな。メリオダス待ってるから。すぐに行く。魔人を俺の中から消え失せやがれ、トリリオン。